あれは。あ、ミオちゃん。あの子キリエちゃんだよ、コロニーガンマの。知り合いか。うん、でも詳しい話は後。ああ、あの子を助けるぞ。大丈夫、怪我はない。ミオ先輩、無事だったんですね。助けてくれてありがとうございます。生きててよかったです。いいから少し落ち着け。すみません、落ち着きます。キリエはどうしてここに。コロニーガンマは。その実は。また舞台とはぐれたの。すみません、すみません、方向音痴で、すみません。相変わらずだね、キリエちゃん。なかなか面白い子だな。そうか、やかましいだけだろう。ところでミオ先輩、そちらの方々は。安心して、私の仲間よ。キリエを助けるのを手伝ってくれたの。そうなんですね、さすがミオ先輩です。なんでミオだけさすがなんだよ、納得いかねえ。まあまあ、キリエちゃんはこういう子だから。ミオ先輩、早くコロニーに戻りましょう。きっと軍務長も喜びます。あ、うん。その前にちょっといい？はい、何でしょう。変な質問かもしれないけど、その私たちのことどう見える？どうですか？そうですね。勝手に服を変えるのは軍規違反です。あー、でもその格好素敵ですね。ますます先輩がかっこよく見えます。もちろん送り人姿の先輩も。うん、ありがとうキリエ、もう十分。了解です。ちょっとみんなと話すから待っててもらえる？はい、待ちます。どうやら正気みたい。瞳も赤く光ってないわ。いつも通りのキリエちゃんだね。だとすると、皆が皆僕たちが敵に見えるわけじゃないのか。そこはひとまず安心するとして、あの子はどうする？実はそのことなんだけど、できることならキリエをコロニーまで送ってあげたい。ダメかな。キリエちゃん一人だと危ないし、きっとまた道に迷っちゃうから。別に構わねえけど、ケベスの俺たちが一緒で大丈夫か。あるいはコロニーガンマの軍務長なら事情を聞いてくれるかもしれない。少なくともいきなり捕まえるような真似はしないはず。信用できるのか。執政官よりは間違いなくな。そこは保証してもいい。二人がそこまで言うなら会ってみる価値はありそうだな。ありがとう。もし何かあった時は私がみんなを守るから、必ず。お待たせ、それじゃあ行こうかキリエ。はい、ミオ先輩。私、みんなに知らせてきますね。あ、キリエ、ちょっと。みんな、先輩たちが帰ってきたよ。おかえりなさい。ずっと心配してたんすよ、俺ら。
さすがっすね先輩。てっきり死んじまったもんかと。ったく、こういう時くらい素直になったら。先輩方、ご無事で何よりでした。先輩、本当によかった。お、もしかして泣いてんのかユニ。うっせえヤボランツ。あ、指導軍務長。ミオ、セナ、タイオン、よく、本当によく戻ってきてくれました。申し訳ありません、指導軍務長。私たちは詳しい報告は後にしましょう。まずは休息を取ってはいかがです。ここまでの道のりも決して容易ではなかったはず。そうでしょう。はい、ご配慮に感謝します。そちらの客人のことも後ほど紹介していただければ。それでは。不思議な人だったな。静かだけどなんとなく凄みを感じるというか。なあ、本当に大丈夫なのか。私たちのこと何も聞いてこなかったけど。すでに察しがついているのか、あるいは害意はないと判断されたか。ま、なんだっていいじゃねえか。いきなり襲ってこないだけマシだ。ねえミオちゃん、休むついでにコロニーを見て回らない？そうだね、みんなの状況も確認しておきたいし。ついでにケベスの兵士諸君も案内して差し上げましょう。なあ、頼むぜ。なんせ私たちは客人だからな。僕も兵士たちから話を聞きたい。少し気になることもある。ミオたちがいたコロニーか。どんなところなんだろうな。みんな元気そうでよかったね、ミオちゃん。うん、そうだね。にしても思ってたより兵士が少ないんだな、ここ。あの任務についていた兵士の多くが未だ帰還せず行方不明のままだ。任務って俺たちがウロボロスになった時のか。終わり、余計なこと言った。ううん、気にしないで、ユーニー。今コロニーにいる兵士たちは実戦を経験していない新兵ばかりだ。当時彼らは予備戦力として待機を命じられていた。前線から離れた場所でな。おかげでキリエたちは死なずに済んだし、事態の真相も知らずにいる。でもなんつうか、やりきれねえな。なあミオ、あの指導って軍務長に話してみないか。話すって何を？何もかもさ。俺たちを無条件で受け入れてくれたことに報いるって意味でも。確かに信用できるとは言ったが、それは。ううん、その通りかも。もともと打ち明けるつもりだったし、話すならいっそ全て話した方がいい。事実を伏せたまま信用してもらおうなんて、それこそ都合が良すぎると思う。ま、隠し立てしながら居座るよりは筋が通るわな。そういうこと。軍務長ならきっと分かってくれるよ。すごく厳しいけどすごくいい人だし、
厳しい？全然そうは見えなかったけどな。知らない方が幸せなこともある。なんだそれ。おや、もう良いのですか？まだ休んでいても。指導軍務長、改めてお話ししたいことがあります。なるほど、ただ報告に来たわけではなさそうですね。でしたら場所を変えましょうか。その方があなたたちにも都合が良いはず。はい、そうしていただけると助かります。ああ、そうでした。ちょうどこの近くにいいところを見つけまして、そこにしましょう。え？待ってください、軍務長。何もそこまで。とても見晴らしのいい場所でしてね。静かで穏やかな空気がまた格別なのです。いいですね、ぜひ行ってみたいです。まずいぞ、この流れはかなりまずい。場所を変えるだけだろ、何か問題でもあるのか？後で後悔するよ。すぐにでも向かいたいところですが、あいにく残務の処理がありまして、先に演習場の近くでお待ちください。私もすぐに行きますので。はい、了解です。彼らはとても優秀な兵士でした。アグヌスの誇りと言ってもいいでしょう。それが今では反逆者、人とはわからないものですね。そうは思いませんか？ええ、私とて軍務長です。任務に私情を挟むような真似はいたしません。彼らの処遇については全て私にお任せいただければと。この世界に仇をなす存在を見過ごすわけには参りませんからね。お待たせしてすみません。それでは行きましょうか。なあ、そのいいところってのは遠いのか？そうですね、そこそこといったところでしょうか。ただ道中に傾斜の急な悪路がありまして、そこで少々難儀するかもしれません。マジかよ、そう言われると行く気が失せてくるな。悪路も歩き方次第ですよ。コツさえつかめば平地を進むのと大差ありません。よろしければ道すがら教えて差し上げますよ。そうか、まあそこまで言うならよろしくお願いします。そこそこね。覚悟を決めるか。さて、ここからが本番です。まずは杭を想像してみてください。その杭を地面に打ち込みます。深く静かに、大地と一体化するように。それと同じような感覚で一歩を踏み出してください。杭とはすなわちあなた方の足なのです。分かったような、分からないような。今はそれで十分ですよ。あとは実践で学ぶのが一番ですからね。おい、まだつかねえのか？あと半分といったところです。もう少しですよ。全然少しじゃねえし。みんなまだまだだね。筋トレが足りないよ、筋トレが。せな、筋トレばかりでは筋力はついても持久力は鍛えられません。え、そうなんですか？鍛錬の秘訣は一点のみにあらず、まんべんなく鍛えて体を調和させることです。
今は平気かもしれませんが、このままではじきにバテてしまいますよ。なるほど。おかしいですね。以前にもそう教えたはずですが。すみません。そういうあんたはまだまだ余裕って顔だな。ええ、まんべんなく鍛えていますから。これは思ってたよりきついな。だから言ったでしょ、後悔するって。指導軍務長はコロニーの共同官でもある。一見すると温厚な人柄だが、その共同はアグネスでも戦場に出る方がマシと称されるほどの過酷さで、新兵たちから恐れられている。そうだったのか。というか大丈夫か、太陽。すでに実戦を経験しているからといって日々の鍛錬を怠ってはいけません。戦場で生と死を分かつのはいかに己と向き合ってきたか、それに尽きますと。失礼しました、つい説教じみたことを。変わりませんね、軍務長。いやはや、お恥ずかしい限りです。いかにも共同感って感じだな。褒め言葉と受け取っておきましょう。それにしても軍務長が共同官を兼任するなんて珍しいな。そうかもしれませんね。私の場合はまあいろいろありまして。いろいろですか。ええ、いろいろです。さて、休憩も済んだことですし、そろそろ先に進みましょう。済んでねえ。ここは。どうです、いいところでしょう。静かで爽やかで心を穏やかにしてくれます。ここではケベスとアグヌスの戦争すら遠い世界の出来事のように感じませんか。そうですね。コロニーガンマの現状については聞きましたね。あ、はい。実は話というのはそのことで。でしたらその必要はありませんよ、ミオ。それはどういう。まだわかりませんか。あなた方はここで処分されるということですよ。あんたまさか。反逆者ウロボロスの粛清は全ての事象に先立つ最優先事項です。私はコロニーガンマの軍務長としてその責務を果たさなくてはなりません。この意味がわかりますね。私たちをここに連れてきたのは始末するためってことかよ。コロニーの皆にはあなた方の素性を知らせてはいません。ここが公の場でないことはあなた方の名誉を尊重した結果とご理解ください。待ってください、軍務長。少しだけでいいんです、私たちの話を。言葉ほど虚実が定かならぬものに一体どんな意味があるというのです。指導軍務長。やるしかないのか。覚悟は決まりましたか。せめて最後は兵士として潔く散りなさい。では参ります。くそ、こっちは総出だってのにどうにも攻めきれねえ。そこの知れない人とは思っていたが、これほどとは。あなた方も
かつてないほど大きな力を得たようですね。ですが、その力こそが最下の根源なのですよ。他者と自身の命すら脅かすほどの。それは誤解です。私たちは。いいえ、これはあなた方だけに限った話ではありません。力とはすなわちこの世界を取り巻く渦なのです。渦はやがて激流となり、人々の命を容赦なく飲み込んでいく。コロニーガンマの現状を知るあなたなら、この言葉の意味がわかるはず。それは…ミオ、あなたはどうですか？そのウロボロスなる力があなたを反逆に駆り立てたのですか？あなたもまた渦の一部となり果ててしまったのですか？それは違う。何が違うというのです？私たちがウロボロスになったのは思わぬ偶然からだった。それでもこの力があれば新しい可能性が開けると思った。可能性とは？この世界で生きていくための新たな命の使い道。言葉にするのは難しいけれど、私たちの持つ力はそのためにある。それだけは確信できる。奇弁ですね。そうだとしても私たちは前に進むしかない。命を見捨てない道を行くことが私たちの希望だから。私の見当違いだったようですね。今聞かれた通りです。私の見立てでは彼らは反逆者などではありません。よって軍務長の権限において処分に値せずと裁定します。よろしいですね、執政官。あ、執政官だって。野郎、んなとこに隠れてやがったのか。綺麗事を並べ立てたとて、いずれウロボロスは世界を破壊する。それもまた可能性の一つに過ぎません。ですが、人とは変わりゆくもの。私は彼らの意志を信じます。かつての貴様は。ええ、私には意志も覚悟もなかった。ただただ恥じ入るばかりです。それでも彼らならきっと私とは違う道を歩んでくれるでしょう。どうあっても行くか。あなたは私にやり直す機会を与えてくれた。返しきれない恩義があります。だからこそ、ここはあなたのやり方で決着をつけさせてはくれませんか。承知。ならば今一度、貴様と反逆者どもに問いただす。メビウスの力を持って。指導軍務長。さあ、今こそあなた方の意思を示す時です。私たちで証明しましょう。その力の向かう先に光があることを。ええ、指導軍務長、私たちは。まだですよ、ミオ。え、まだ終わってはいません。
あなた方にはもう一つやるべきことがある。そうでしょ？ええ。コロニーに戻りましょう。これからの先行きを決するために。よし、行くぞ。指導軍務長、あなた最初から私たちのことを。いえいえ、私は本気でしたよ、ミオ。それこそ差し違える覚悟でしたとも。シドウ、結局あんたは俺たちを試したかっただけなのか。強大な力というものは人を狂わす魔性を秘めています。故に確かめる必要があったのです。あなた方が力に見入られることなく己の意志を持ち続けているかを。だからって本気でやり合う必要があったのか。力の本質を見定めるのもまた力です。というのが私のやり方でして。意外と荒っぽいんだな、あんた。だとしても一歩間違えていたら軍務長が。私はかつて力に溺れて破滅した兵士を間近で見たことがあります。ミオやあなた方にはあのようになってほしくない。当然コロニーの皆にもです。そのためなら命を懸けることにためらいなどありません。確かにウロボロスの力は絶大だが、危うさをはらんでいることも事実だ。でも私たちなら平気だよね。ちゃんと使いこなせてるし。私が共同官になったのは力と正しく向き合う術を教えるためでした。しかしそれとは裏腹に頭にはいつも一つの疑念がありました。人とは力に翻弄されるだけの愚かな存在に過ぎないのではと。それは。ですが今もしそう問われれば私は否と答えるでしょう。希望はあると。ええ、あなた方とブレイドを交えた今なら分かります。渦には激流だけでなく穏やかで力強い清流もまたあること。軍務長、あなたがそう言うなら私たちと一緒に来てほしい。ほう、理由を聞いても。私たちの意思があなたの確信が間違っていないことを直接その目で確かめてほしい。あなただって本当は私たちに言葉以上の何かを求めているはず。そうでしょ？なるほど。清流は命の流れとなり、この世界に変革をもたらす。私にあなた方の行く末の見届け人になれと、そういうのですね。ええ、そう受け取ってもらって構わない。わかりました。その大役慎んでお引き受けします。ケベスの皆さんもそれでよろしいですか？ああ、もちろんだ。強えやつは歓迎するぜ。お前さんみたいなのは特にな。
別にいいけどさ、私たちとマジにやり合うのはこれっきりにしてくれよ。さて、それはあなた方の鍛え方次第でしょうかね。それは冗談です。おっと、そうでした。ミオ、代わりにと言ってはなんですが、一つ頼みを聞いてはいただけませんか。ええ、もちろん。ありがとうございます。詳しいことはまた後ほどに。あ、そうでした。実はですね、話をするのにうってつけのいいところが。それは遠慮します。